これより空と陸のマスター承認試験を行う。そんなことしなくたって俺は誰にも負けない。闇の道を歩んできた俺は本当にキーブレードを使うのにふさわしいのか見極める必要があると思ってる。リク、眠りの鍵穴を解放し再びこの地に戻ってくることでマスター承認とする。え、ここはって服変わってるし、あ、それよりリクは、おーい、リク、うるさいな。え、ひどいノイズだ。お前が空、世界の闇の大多数であるハートレスの代わりに眠りに閉ざされた世界には別の闇が存在している。それは夢を食らう魔物ドリームイーター。ドリームイーターを探ることが眠りの鍵穴への導きとなるである。これはゲームだ。参加者には制限時間が刻まれる。俺はこのゲームに絶対勝たなきゃいけない。ゲームってよくわかんないけど俺が手伝おうか。カジモド、魔物はどこへ行った？大聖堂の屋上。わかった。僕も戦うよ。そういえば名前聞いてなかった。ドリームイーター、変わった名前だな。いや俺じゃないし、こっちだし。眠りの鍵穴を開くことで新たな力を身につけるとともに眠りに閉ざされた世界の解放にもなるである。ネクだ。桜庭ネク、俺の名前。桜庭ネク、面白い名前だな。いやこれはそうでもないだろう。